マルクローエは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選ン州のニーンブルク、ベーザー軍に属す、町村であり、ザムトゲマインでマルクローエの本部所在地である。マルクローエは、ニーンブルク、ベーザーから5キロメートル離れたベーザー川対岸に位置する。この町は、フェルデンとミンデンのほぼ中間にあたる。マルクローエは、バルゲ、マルクローエ、ビーゼンで形成されるザムトゲマインでマルクローエの、 行政本部所在地である。自治体マルクローエは、首ゆマルクローエの他に、隣接するレムケ、ボーレンハウゼン、約1.5キロメートル離れたオイレの各地区を含む。この町は1931年に、それまでのローエからマルクローエに改名した。マルクローエは、キリスト教系以前の古代ザクセン人の中心的、集会であるマルクローが、 ここで開催されたとの推定に基づく。この推定が正しいかどうかは定かでない。マルクローエの町議会は15議席からなる。2011年からホルスト・レシケが名誉職の町長,長を務めている。マルクローエには野外劇場がある。この劇場はアマチュア演劇サークルであるハイマツピール・マークロヘ、EV によって運営されている。毎年夏にはここで 定地ドイツ語の作品が上演される。冬にも郷土劇団は活動しており、マルクローエの旅館、フランクやニーインブルク、ベーザーのホルンベルク劇場で演じている。12世紀に建造されたセクルメンスロマヌス教会は、再色された内陣や装飾祭壇を有している。この町はニーインブルク、ベーザーからツーリンゲンへ至る連邦堂、 B214 号線及びニーンブルクとブレーメントを結ぶ B6 号線に面している。ありがとうございます。